ほな新幹線のそれやろうか。ああ入れ替わる描写入れとこか。いきますね。それでは皆さん行きましょう。ボンジョビ、ボンサイ、ボンカレー。ボンジョルマ、ボンジョルマ。一発目ボンジョルマ。さすがにいいだろ、お前まだ何もしてない瞬間。え、挨拶でボンジョルマ言ってんじゃん。いや、もう意味わからんもんだって。わからん、うん、ボンサイ、ボンジョビ、ボンジョルの電車は最後ボンジョルの電車。ボンサイ、ボンジョビ、ボンジョル。それでは皆さん、僕の歌に続いてください。ボンサイ、ボンジョビ、ボンカレー。お前、殺すぞ。カレーも入れたいねんけどな。いっさいっさ、普通にいっさ。え、ごめん。もう一回いきます。それでは皆さん、僕の後に続いてください。ボンサイ、ボンジョビ、ボンジョルノー。もうそのバイトル一言も使わないの。殺すぞ。長いね。結構長い。何のシーンこれ。メイジョさんにおる。まあ、毛はちょっとだるそうにしとったよな。うっす。みんなおはようか。おはようございます。バッシャルナー。3、2、1でボンって言った方がいいかもな。おはようございます。おはようございます。ボンジョルノー。ちょっと待って。すぐらいちゃう。すいません。ボンジョルノー。バイトのモチベーションが上がるようなかけがえを考えてきたのですが、実践してみてもよろしいでしょうか。誰のバイトでしょ。誰それ、誰それ。今のちょっと待って。お前、水手つくまさっきから顔と声おかしい。お腹痛い。水手つくなんや今の。機嫌出てんじゃねえかよ。ダメよ。まずはお客さんがピンポンを人差し指で押す。まずはお客様がこのピンポンを人差し指で押す。人差し指。そう、はい、そうするとこの丸色の赤い丸のやつがこうパタッと上がるから。なんで。そうするとこの赤色のやつがパタッと上がるから。あ、はい。そしたらすぐにバーってかけていくんだよ。あ、はいはい。で、ご注文は何ですかって聞くんだ。お伺いします。ご注文お伺いするんだ。違う違う違う、ピンポンってやったら、はいお伺いしますって言う。はいお伺いしますって言うんだ。その辺のことは僕はよくわからないから。そしたら、そしたら大きい声で。お伺いしまーす。そしたら、おっきい声で。ちょっと待って。新幹線に戻ってくる。細縁のメガネのオールバック。まず服装おかしいし、まず服装おかしいし、声でっかいし、きしょい。声でっかくてきしょい。うん、アホ臭い。いや、アホ臭い。アホ臭い。あ、脇が。多分脇が。こいつ脇が。それ大丈夫。あかん。脇が赤い。なんか、なんか臭い。ちょっと酸っぱい匂いした。臭いとか言う。やっぱりアンケートはやめましょう。で、殺すぞ。いらんねん、殺しに。いらんねん、この夏。うぇー、これ何のシーンだ、これ。これ、これ何。ちょっと次飛んで終わり。
お前な、グラス割って粉々にしたまんま仕事戻んだって。ちゃんと掃除してから戻れ。いや、あれ多分僕じゃない。おいおい、なんかちょっと、なんだ急に。じゃあ、さすがにやばい。さすがに怖い。何が起こった？怖い。俺めっちゃ怖い。急に気づいた方がいいだろ。そんなに。ちょっと、もう、しびらかいの切れ方。おい、下怖かった。バーンなった。殺そう。バーンなった。ちょっと、大悟か。あいつは俺が殺すから。何が、おお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